はい。そうそう。だ。だから、はい。で、風の時代。風の時はい、代。もう風に乗って。はい。皆さん、こんにちは。ゆうすけのエンチャンネルのゆうすけです。今回、席、空いております。まずも登場していただいちゃいましょう。ゲスト、この方でーす。失礼イェイ。します。よいしょ。こんにちは。大天使つなぎ人の上白ルナ先生よろでしくお願いしーます。す。よろしくお願いし上ま白ルす。ナと申します。よろしくお願いしはーい。まーす。で、そんな上白ルナ先生にお越しいただいたのは、いつも毎月第4水曜日に1時から YouTube ライブ配信をさせていただいております。アーカイブ残ってますのでよかったら見てみてください。そんなですね、上白ルナ先生を緊急に動画の方にお呼びして、今回私の方からですね、動画を見てくださってる方へ、一枚引き一枚引き。のリクエストをさせていただきました。テーマはルナ先生の方から発表していただきたいんですが、何でしょうか？明日もうすぐね、新年を迎えるということで、2025年の皆様へ、リアルっていうか、見ていただいている方ね、に向けてのメッセージを、大天使ミカエル様からいただきたいと思います。よろしくお願いはい、しよろしくお願いします。ます。では、早速いきます。ミカエルさん、2025年の皆様へのメッメッセーセージジ。ジをください。お願いします。見てくださってる方によっては今年になってるかもしれないそうですし、ね。ね、来年の方もいらっしゃるか。去年の方もいらっしゃるかも。あ、そこそこそこ。タイミングですのでね。2025年でメッセージいただいて。私カードやります。びっくりしロました。マンス。ロマンス。ロマンスだ、すごいな。これロマンスね、ロマンスなんですけど、ロマンスって言ったら恋愛なんですけど、恋愛運が上昇するよっていうことでもあるんですけど、その恋愛をね、求めていない人もいるわけじゃないですそうですか。よね。だから求めてる人は、常にそけ取っていただいてもいいんですけど、要は運気上昇っていうことなんですよ。おー、すごい。2025年運気上昇。で、なんでかっていうと、この男の天使さんが、この綺麗な女の人をしっかり抱えて、もう飛んで、空に上昇してるっていう、そのもののカードじゃないですか。そうそう。だ。だから、で、風の時代。風の時代。もう風に乗って、どんどん上昇していく。なんかいいカードすね。ごいですすごいね。ね。皆さんね、タイミングが合った方。なので、来年は本当に風に乗ってね、運気上昇していこうねっていう。で、これ天使さんなので、またほら、天使さんのつなぎ人でしょ。そうですね。大天そう。使。ミカエルさんがサポートするよって言ってくれているっていう、いうふうに読むことができるので、非常にね、楽しみな、2025年。年になるかと思います。とにかく運気上昇。わあ、すごい。またどんな運気を上げたいかっていうのは、ご自身で、これがいいですっあ、そって、かそっか。ちょっとミカエルさんにお願いすると、分かったよって、OK って言ってくれると思うのでね、じゃあサポートしてね、お願いしますって言うと、力貸してくれますので、いいっすね。すごい。そしたら、自分は人気運かな？ますますな。俳優 も、そうですね。俳優業もうも、YouTuber もそうだし、それが何よりなのでね。皆さんも考えていただくといいかもしれないです本当、それね。でね、楽しみにワクワクして、やっぱほら、この女の人さ、うっとりしてるじゃないうっですとりしてか。る。委ねるっていうね。手にっていうかね。いいっ本当すに一人ね。で頑張らないで、天使と一緒にやるとうまくいくよっていうのを皆さんに伝えてねっていうのが、私がね、ミカエルさんから言われてることなので、やっぱりね、一人一人がこう天使さんとか、コーチの方とつながってね、そうですね。来年、2025年を過ごしていきましょうっていうことですね。すごいな、いやー、すごいいいカードですね。ありがとうございそうまです。す。で、そんなルナ先生からお知らせがあるとかないとそうか？なんです。
はい、はい、いいですか、ちょっとお話しさせていただいて。はい、お願いします。はい。来年ですね、1月に、はい。ちょっと占いのイベントをやるんですよ。はい。ちょっと一人ね、やりましょうって声かけてくださった方がいて、はい。ちょっとそのお知らせができればと思うんですけれど、はい。はい、日にちが1月の、はい。11日土曜日と24日金曜日、はい、で場所が新宿の早稲田の方、はいはいはい、詳しく申し込んでいただいた方にはお知らせしますの で、はいはい、で時間が1時から18時、はい、でまあ、どんな内容かって言いますと、はい、3人の鑑定士がいて、はいはい、お客様10人をさせていただきますっていう内容なんですね。はい、もう一人様見るのは15分なんですけれども、はい、3人の鑑定士が見させていただいて、で、その時間がね、結構その18時まであったり、あとその待ち時間っていうのがあるんですけど、はいはい、の主催されている、はい、張夫人っていう、はい、やっぱり YouTuber の方がいらっしゃるんですけど、はい、その方も占いとかやるので、はいはい、その方のアドバイスが聞けたりとか、まあ、いろんな、ね、はい、待ってる時間もそういうためになるというか、はい、いいお話も聞けるので、はい、全く飽きることもなく、無理なく、本当充実した時間が過ごせるというイベントになっていて、はい、占い師の方は3人、はい、で3人の方簡単に、本当に簡単にですけど、はい、紹介させていただくと、はい、一人がマダムエマニュエル先生と言って、はい、トルココーヒーを使って占うという戦術をされております。はい、でもう一人がご姉妹のユニットで、はい、ソイルコースさんというユニット名で、はいはい、あとお姉さんと妹さんのお二人で、まあ、姉妹だからこそできる、デュエット戦術。戦術ですか、はいはい、一人の方は整体師さんで、はい、一人の方は高齢、あ、はいはい、憑依して、なんかこうお話できるみたいなことを、はい、なかなかそういう方もね、いらっしゃらないので、はいはい、いい機会かなと思います。はい、で、三人目が私、はい、上白菜と申しまして、はいはい、私もさっきからも知ってもらいますが、大天使ミカエル様と、はい、つながらせていただいて、はい、そのメッセージをお伝えしたり、あとは西洋戦術の方を、やらせていただくという、はい、それぞれ違う戦術の占いが受けられますので、はい、はい、まあ、全部ね、同じ方に全部の質問してもいいですし、はい、それぞれ違う質問をして、ね、いろいろ、参考にしていただくのもいいかなっていう、はい、イベントをやらせていただきます。はい、ありがとうございます。はい、うん、詳しくは、概要欄に貼っておきます。はい、いただきまして。で、お張夫人チャンネルの内容も URL も概要欄に貼っておきますので、両方見ていただきます。まずはちょっとね、お張夫人ってどんな人っていうのを、はい。そうですよね。一番長い時間話すんですよね。はい、そう言うならば、はい。そう。だから、こういうことを話す人なんだと思ったら、またね、はい、行ってみたいなと思われるかもしれないし。はい、かなり影響を受けるという言い方だと思いますので、はい。はい。ぜひいらしていただければと思います。はい。イベント名は、はい、あ、スピリチュアルクイーンズ。はい、はい。またそこのね、サロンがかなりゴージャスなサロンなので、はい。なんか、こんな世界あるのみたいな。来るだけでもちょっと。非日常感を行くだけか、うん、味わえるという特典もついておりますので、はい。はい。本当に一度体験していただける、はい、いただくといいかなと思います。わかりました。はい。私たちも精一杯、はい。はい。鑑定させていただきますので、はい。はい。よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、詳しい内容はですね、URL から飛んでいただいて、チェックしていただければと思います。はい、質問がありましたらね、私の公式 LINE、はい、に貼っときます、はい。はい。質問していただければお答えしますので、はい。はい。よろしくお願いします。はい。ということで、今回、上白瑠奈先生に、まあ、急遽ですが、うん、2025年の1枚引き皆さんへのメッセージをお届けしました、うん、ました。この動画、よかったらいいねボタン。あとは私のチャンネルもいいねボタン、チャンネル登録。チャンネル登録。あと、お張夫人チャンネルもチャンネル登録。いいねボタン。いいねボタンしていただいたら嬉しいです。はい、ですということで、今回ゲストに大天使つなぎ人の上白瑠奈先生をお越しいただきました。はい、ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございます。失礼します。ゆうすけでした。上白瑠奈でした。